はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、シェフの月とメイです。はい、今日もアシェット八ヶ岳 TV にご覧いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はなんかすごい地味な格好してました。農作業とかっていう感じだけどね。そう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 。なんか今日は庭掃除みたいな格好してますけど、うん、違います。はい、今日はですね、今日はデレン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 、なんじゃこれは、なんじゃこれは、なんじゃこれは、黒いダイヤモンド掘ってきました、この人が、パチ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 、はい、ね、黒トリュフです。はい、ね、我がマダム、我が愛する妻、うん、メイは深いよ、ほら、そう、八ヶ岳でちゃんと黒トリュフを掘り続けられるトリュフハンターでございます。はい、唯一の、はい、ねえ、ね、まあ今年もね、本当撮らせていただいて、本当になんかお山の神様にはですね、ありがたいなと思いますけど、まあどんな、うん、まだねこれ香りしないので、うん、これから香り出しをね、するように熟成をさせるんですけど、うんうんうん、いやどんな香りが広がるのかなと思うとすごいワクワクする、うん、そうだね、やっぱり、うんうん、取ったばっかり香りしないんだよね。そこでその香りを引き出すっていう工程が必要なんだけど、うんうんうん、最初は知らなかったからさ、うんうんうん、やっぱ海外とは違うんだなみたいな感じだけど終わってたんだけど、うんうん、ね、勉強したりとかして、うん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 、こうやっぱ香りしたらやっぱり同じ、まあちょっとねフランス産とかいう有名なものよりは穏やかな感じだけど、うんうんうん、本当にトリュフだって思った時の感激はやっぱ忘れないよね、うんうん、そうね、本当になんかね、まだ何年か撮らせていただいてるけど、うん、なんかまあ本当なんかね、森の結晶をいただいてるような、うん、結晶ね、うん、あ、その表現いいな、ありがたいなと思いながら出てきた瞬間は、うん、と思うんですけどその瞬間がたまらなくて、うん、今日はね、まあ、1時間ちょっと疲れてます、はい、若干そう、はい、地面にね這いつくばって撮るんです大変だもんね、うん、で私で土の中にね、うん、手を入れて手探りで撮っちゃうタイプなんで、うんうん、だからこうこれだけ掘るのに、うん、まあ、もう例年もうちょっと早いんだけど今年はやっぱ少ないんだよね、うん、今年ね、うん、世界はね結構トリュフダメで、うん、白トリュフが高すぎて使えませんっていうね、うん、シェフ の, 書き込みみたいとかしてるから、そうなんだ、今年トリュフはね大苦戦みたいなんだよね。あ、そうなんだ、うん、じゃあ私がこんだけ取ってきたらいい感じだよね。そうだねこれでうちの月の売り上げいくらになるみたいなまあそれはしませんけど、うん、まあそういう話だよね、うんうんうん、すごいことですよ、だから、うん、ね、やっぱ感触違うの、石もあるじゃん、石かなと思ったらトリュフだったり、うん、トリュフかなと思ったら石だったり、やっぱこう異物感はある、うん、でも優しい丸い感じの、うん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 、土じゃないっていうのはあるよね、うん、だからそれにあって思って手でパッて出た時にトリュフだったらもうわーってすごい嬉しい感じ、うん、そうだね、そうだね、うん、実際さ、夏木はそのフレンチシェフとして、うん、トリュフを使ってきたでしょ、うんうん、で、で私が一緒になってから私がトリュフを取るようになったけど、うん、まあそれまで使わなかったじゃない、うん、使わなかった八ヶ岳来てからは、うんうん、どう、その違いってある、ありますね、うん、まあね、我々が使ってるのはヨーロッパ、うん、フランスとかイタリア、ハンガリー使ってくるもの、うんうんうん、それと中国産と言われるもの、うんうん、それから、まあ、ここに来て初めて国産トリュフというもの、うんうんうん、3つなんだけど、基本、うん、修行中はその前のヨーロッパ産と中国産しかなかったね、はいはい、でヨーロッパ産は、うん、まあそうですね、まあ、大体これで5万くらいですかね、うん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 、はい、だからシェフも結構うるさくてさ、おいお前
カビ取れるね。カビちゃうんだよね、これね。そうね。うん、だから結構大変で、もう気遣いながらで高いからあんまり買えないからって言って、ヨーロッパ産をちょっとで、ほとんど宴会とかは中国産を買うんだけど、香りが全然しないよね、このトリュフって。そうなんだ。ちっちゃめなわけ。やっぱこれぐらいからまあ、こんなの見たことないね。うん、あ、中国産ちっちゃい。中国産ちっちゃい。で、まあ、はっきり言ってすんごい安い。すごい。で、だからそういうのいっぱい、買って、そういう裏ごしでソースにしたりとか、煮といて、取っておいてって言って、で、使う時にはオイルを塗る、トリュフオイル、香り付けでね、香りはね、だからまあ、大きな声じゃなかったんですけど、ヨーロッパ産は確かにすごかったんだけど、いやこれ中国産とかって無理やりトリュフオイル塗ってるんだったらいらねえんじゃねえと思っちゃったわけですよ、僕的にはね。でも今聞いてたらさ、この国産のトリュフ、これね、私が取ってきたのは全然香りしないんだよね。で、多分フード的にもしかしたら日本と中国似てるとしたら、似てるアジアね、中国産を入れてちゃんと熟成させてあげたら香る可能性あるよね。あるね。でもね、やっぱね、綺麗に来ちゃってるから、洗われちゃってるんだよね。あ、そっかそっか。だこういう土がついた本当のトリュフって実はね、あなたと一緒になるまで見たことなくて。あ、そっか。でもまあ、土は取っても熟成はできるよ。だからちゃんと、育ててあげるというか、中国産だから変わらないんじゃなくて、もう変わらないまま、使っちゃってる。多分未熟成だよね、ちっちゃかったら。そう。そういうのも知らなかったから、まあそういうふうに、もう納品された状態で、もう僕らは使うっていうことだから。そうだね。知識ないよね、トリュフの知識って。全然ない、わかんない。まあ、事前調べたりとか、そういうことはしてるにしても、やっぱこういう生きたままのものを触れさせてもらったっていうのは、逆にとって僕もすごい体験で、最初の年にさ、やっぱりこうやって取ってきてもらって、で、ちょうどこのアシェットを作ってる最中だったから、全部うちで子供たちと一緒に試食して食べちゃったんだけど、やっぱそんでほら、ずっと一日で一個食べれないから、だんだんやっていくと、あ、香りがするんだなとか、こうやって変わっていくんだなっていうのを、初めて、自由に触らせてもらったのが初めてだったから、そうだね、すごい勉強になった。こんなにたくさんさ、自由にできるシェフっていないよね。いないね。怒られちゃう。シェフに怒られちゃう。バキーみたいな。お前クラスと思ってる、そう。だって、まあ、本当に、本当にこんなの買ったら30万と平気で言われちゃうからね。そっか、これだけで30万する。そうだね。5万、5万、5万、これ15万でしょみたいな。あ、そっか、売りね、グラムだからね、重量だからさ、大きさもあるけれど、そんなこと言ってたらそんな感じだから、まあ超高級店で例えば一皿4万とかね、コースで4万とかだったらバンバン使うかもしれないけど、うちマックスで2万ぐらいのとこだった。基本1万円とか8000円だったから、そんなすごいもの使えなかったんで、やっぱそうなってたんだけどね。だからすごいあなたのおかげで料理人としては勉強しにさせてもらってる。そうか、私偉いね。いつも偉いけどさらに偉い。私超偉いね。そうそう、だから、ね、フランス僕は行けなかったから、ペリゴール地方とかそういうトリュフの名産地行ったらこうでああでっていうのを見てさ、おーへーへーと思ってたことを俺やってんじゃんみたいな、すごい感激だよね。そうね、トリュフ取り始めた時にさ、トリュフの使い方とか料理の本とか、結構探したけど、日本にないないない。やっぱもうスライスするか、なんかちょっと包むとか、もうそれぐらいのもので、なんかこうしたら味が引き出るよとかさ、あんまこう遊んだものないよね。ないよね。だから僕たち遊んだよね。卵かけご飯からさ、もうお味噌汁からとんかつから何か何まで試して、あ、これダメだとか、美味しいとか。そう。あれは素晴らしい体験だった。やっぱこれは自分で取ってるからだよねと思うんだけど。ありがとうね、いつも。いえ。ねえ、まあその、まあ私は何してるか取って、まあすごい、楽しいわけ、取ってるのが。すごい燃えてた。普通のキノコより楽しいし、わーってアドレナリン出るよね、みたいな出てくる。何が違う？トリュフ？トリュフ取ってる時と、例えば普通のキノコ取ってる時の、普通のキノコだったら、まあ、たくさん取れたら嬉しいけど、もう食べきれないよねっていうのがある。あとほら、もうほら、ダメになるじゃない？普通のキノコって。早いからね。そう、だからもう、せいぜい長くて1週間じゃない。持たないね、1週間。まあ、乾燥できるキノコだったらいいんだけど。あ、そっか。でも乾燥できないものの方が大変だから、ね、その美味しいけど、たくさん食べられないよねっていうがっかり感、でまあトリュフは別格、もうこれ取ったら私普通のキノコあんまり興味なくなって取らなくなっちゃったからね今。そうだね、そうだね、なんかふーんと思って、そんなたくさん食べられないしなと思うんだけど、これはまあ
我が家ではもうほんのちょっといただいたら私たちは十分なわけよ、うんうん、そうだね。で、これをちゃんと熟成させて、で本当のプロの料理人のシェフの人たちが私のトリュフを喜んで使ってくれる、もうそれがね、私幸せ、あ、ちゃんとプロに通用するものを取ってんだなと思って、うん、そうそう、みんな喜ぶからね、そうなの、ね、お分けするとね、そう、今年はどうだとかさ、かかってきたりすると、ちょっと頑張ろうかなと思ったりするするから、なんか本当やっぱシェフたちに声をかけてもらって、まあ私もね、うん、でも今年はみんなにあげられる分ぐらい取れないなと思いながら取ってる。今年不作だよね、うん、奴らだけもやっぱりね、そうなの、本当に、うん、ねえ、なんか差し上げられたいなと思ってんだよね、うんうん、まあでも見ててね、やっぱりでもね、うん、ほらって見せられると、うんうんうん、おおと思うよ、そうね、うん、まだほら開けてないけど、あれにも入れてもらったじゃん、あれ飲まないと、あーはいはいはい、うん、リキュールね、ノンアルコールジンだね、飲んでみる、うん、今度ねそれで飲むのやりましょうね、うん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 、このメインの取ったこの八ヶ岳トリュフを使ってノンアルコールジンをね作ってもらってるんですよ、うん、もったいなくて開けてないんだけど、そうなの、なかなか開けてくれないんで、基地なんでね、熟成するかなみたいな早く飲みたいんだけどね、うん、去年のトリュフね、そうそうそうね、うん、そんなのもあったから、うん、ね、非常に楽しい、でもやっぱりね、はい、だんだん熟成していくっていうのはとても燃えるね、うん、燃える、うん、素晴らしい、うん、もうある日なんか、あ、そう、店入ってくるとさ、あ、来たって思うのよ、うん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 、このね、そうして土の香りしてなかったものがさ、うん、トリュフの香りがしてくるわけですよ、冷蔵庫いっぱいトリュフの香りがするんだよ、そんな瞬間がたまんないよね、うん、うわーね、空気さ溜めてさ、みんなに嗅いだかしたいぐらい、そう、目覚めたねみたいな感じがする、うんうん、そう、生きてるんだよ、ね、ある一つで香りを放ち始めるんだよね、それがねすごい楽しい、まあそんなことをね、うん、味わしてもらえるのは本当にあなたのおかげでございます、いえいえいえ、ありがとうございます、ね、今年も取れてよかったなと思います、はい、はい、というわけで、八ヶ岳国産トリュフってあるんだよって話と、うん、うちの奥さん取るんだぜっていう自慢話でした、まあでもね、本当、うん、まあ、今年は結構希少な感じだからね、そうだね、大事にお分けしたいなと思いますね、え、うん、もういつも3分の1ぐらいだよね、そうだね、うん、もうちょっと取れるよね、取れるね、取れるね、まあでもね、ありがたい山の恵み、うんうん、ありがたい奥さん、はい、はい、というわけで今日は八ヶ岳トリュフのお話をしました、はい、チャンネル登録、高評価、ね、まだ食べれないんだよ、まだ今日撮ってたのか、来月行こうかな、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう、今日はこの八ヶ岳トリュフを学びていって